good days never seem to last. I've been so hung up on the past. Think I forgot how to laugh. Damn. Pulling my shirt, biting my. カメラを変えたんですけど。強くなってる。子供が生まれてから朝から昼間はやっぱり子育てが中心になってしまうので、夜のこう子供が寝た後の時間をすごく大切にするようになりました。そんな夜を明日も頑張れそうみたいな自分のご褒美タイムにしてるので、贅沢に過ごせることものを紹介していけたらなと思います。この動画を見てくださってる方はママとかも多いのかな、学生さんとかもいらっしゃると思うんですけど、この動画を流しながら一緒にリラックスしていただけたら嬉しいです。今つけてるヘッドワンドがジェラピケのやつで、子供がこのワンちゃんシリーズのロンパースを買ったんですよ。お揃いにできるかなと思って買いました。ちょっと可愛らしいんですけど、お家でつける分にはいいかなと思って、気分を上げるには。前髪が結構こう伸びてきて、お家にいる時に目にかかったりするとちょっとうざったいので、ヘアバンドでこうやって頭を上げています。こちらのグリーンのカーディガンが最近のすごいお気に入りの部屋着で、とにかくあったかくて、これ1枚羽織らないと体感温度が全然違うので、しょっちゅう家にいる時はこちらを羽織ってます。ネストウェルっていう、そう、すごい新しいブランドだと思うんですけど、全てのアイテムにリサイクルペットから作られた糸が使われていて、で商品タグも再生紙だったり、すごい地球だったり環境にすごい配慮されたブランドなんだそうです。なんかこのシンプルなデザインも可愛くて、これはお気に入りのルームウェアです。カーディガンの下はシンプルに GU のリブの効いたパジャマを着ています。袖がねレースになっているパジャマなんですけど、こういうなんかリブ素材のパジャマってすごい好きで、柔らかくてめっちゃいいですよね。気持ちいいですよね。今日は息子がいつもより全然早く寝てくれたので、今日は初めてのキャンドル作りをしたいと思います。フェリシモのシーモノさんっていうブランドのキャンドル作りセットです。中身はシリコンのキャンドルの台、チーズですね、チーズみたいな型一つと、ソイワックスってやつ、パラフィンワックス、着色済みワックス、キャンドル芯とキャンドル台が入ってました。これをホットプレートとか IH ヒーターで作るみたいです。あとなんか説明書もしっかり入ってます。この順番を見ながら作ってみたいと思います。まずはこのソイワックスを全部お鍋に入れます。初めてで怖いから弱火からスタートしておきます。8割方溶けたら火から外して余熱で溶けるのを待つらしいです。怖っ、ちょっと待って、怖っ。キャンドル紐を浸すらしいので用意しておきます。うん、もう早っ、弱火なのに一瞬で溶ける。で、溶けたので余熱で溶かす。紐を入れます。2本。あー怖い、余分なワックスをしぼき取る。え、ちょっと待って、私不器用かもしれん。熱いので気をつけてください。ちょっと張りが出ました。パラフィンワックスと着色ワックスも入れて溶かしますって。いい、完全に溶かすらしい。
今のところは順調。すごいあっという間に溶けるので、めっちゃ弱火でやった方がいいかも。着色ワックス溶かしたけど全然色がついてるように見えないけど、透明に見えるけど、お鍋が黒いからかな。完全に溶けました。これを10分ほど冷ましてからこの型に入れるみたいなので、ちょっとだけ待ちます。10分経ったので、チーズのシリコンの中にキャンドルを注いでいきたいと思います。怖っ、怖しそう。わかった、これで入れればいいんだべ。こんな感じで入れ終わりました。結構キャンドルが余ってるので、これは紙コップとかに入れてみようかな。キャンドルの芯を通すところを穴を作って固めていきたいと思います。5時間待つみたいです。なので掃除して片付けしながら待ちたいと思います。キャンドルが固まったので外してみたいと思います。ちょっとね、この串を外すのが若干心配なので頑張ろう。なんかね、無理に引っ張ると割れてきちゃうみたい、キャンドルが。なのでこう、まっすぐ引けって書いてあったんですけど、カバーも外して、うわ気持ちいいね。うわじゃーん、チーズ。あとは紐を通していきたいと思います。作ったキャンドル芯を結んで、土台を通して、あ、通った、よいしょ。説明書を見ると、こういう風に紐を結んだりしても可愛いみたいなんですけど、私は火をつけて使おうかなと思ったので、そのまま1センチぐらいに短くしてカットしたいと思います。じゃじゃーん、私の初めての手作りキャンドル。今回作ってみたフェリシモさんのシーモさんっていうブランドなんですけど、このキャンドル以外にもお家でワークショップをしているようなハンドメイドキットだったり、インテリアを販売しているサイトです。このキャンドルセットは定期便になっていて、基本6ヶ月間の定期便なんだそうです。初めての方や再開する方はお申し込みから 3、4週間、2回目以降は 1、2週間ぐらい前後しますが、平均月1回のお届けになるそうです。2021年はもう子供の時間ももちろん大切だけど、夜一人の時間をたくさん充実させようと思って、今回こういうキャンドル作りとか挑戦してみたんですけど、夜というか自分の時間を充実させると、こう体はね、もしかしたら疲れてるかもしれないけど、心が元気になるというか、こういう趣味を見つけるのって大切だなって思いました。こうやってどんどん新しいことを挑戦したり、本をいっぱい読んでみたりしようかなって思います。紅茶が多いかな。あとはミルクティーとかノンカフェインのコーヒーとかを飲んだりします。こちらはデパウンドのカップなんですけど、めっちゃ可愛いですよね。これは私の友人のあやかが誕生日に行っていてプレゼントしてくれたものなんですけど、私結構マグカップの収集癖があって、あ、ガラスコップも好きかも。 YouTube にもいろんなコップを出してると思うんですけど、今一番のお気に入りがこれ。もう前髪が
夜だから死んでいる。ちょっとカチューシャ変えるね。今はディズニーに行けないので、ちょっとカチューシャでテンション上げさせてください。最近のスキンケア事情なんですけど、結構夜はパックしちゃうことが多いです。やっぱ冬で保湿が足りてないなって感じるので、パックをまとめ買いしてお風呂上がりに使ったりすることが多いかな。パックしないときはコットンでパックするのが好き。この薄めコットンあるじゃないですか、これにあの化粧水をひたひたにしてつけるのが好きなので、それをやろうと思います。今は眉毛と目元と口だけメイクしてて、肌はもう何も残っていない状態です。ちょっと目元口元まで取っちゃうと顔が貧相になるので、このままいきたいと思います。超贅沢、 SK2 こんなひたひたにしちゃって。でも今日は贅沢に過ごす日だからいいんです。最近目元の乾燥がすごくてですね、結構目元ギリギリまでコットンパックしようかな。うわー贅沢。ちょっと垂れちゃったやつは首に塗っとこう。この、 薄めのコットンはいろんな薬局に売ってると思うんですけど、中に綿みたいなのが詰まってないから、そんなにたくさんの量を使わなくてもこんな感じでピタッとくっつくので、コットンパックの時はこのコットンがすごいおすすめです。普段パックの時は何を使ってるかというと、このメディヒールのパックは昔から大好きです。韓国で買ったのかな、初めては。なんかほんと密着感がすごくて、息もひたひただしピタッとくっつくし、私の定番でいつもストックしています。3枚入りで1000円ぐらいかな。こんな感じで、あの緑の T3 のものも使ったりしてます。だけどこう今は冬なので保湿メインにこっちの青を使うことが多いかな。あと緊急でコンビニとかで買えるパックをって思って買うのがこのルルルンのパック。1枚200円と250円だったかな。これはもうシートを出した後もうダブダブに化粧水が余るので、ボディにも使えるし、もうとにかくひったひた、顔がもうすっごい全身丸ごと使えるぐらいひったひたに入ってるので、250円とか200円でこのダブダブ具合はすごいなって思っていつも使ってます。こっちは透明感、こっちは高保湿かな。私はこの2枚が好きですね。最近本当に目元のシワとかを本当にすごい感じるようになりました。もちろん年齢もあるだろうし、ちょっと頑張ってこの肌の乾燥を取り戻せたらいいなと思って頑張っています。時間が経ったので、美容液は販売構成のセラムベールがお気に入りです。保湿力がすごい高くて、美容液なんですけど本当乳液くらいもっちりしてくれるんですよね。こちらはファミュローズスリーピングマスク。こちらは夜用の保湿マスクで、香りが本当にローズのめっちゃいい香りなんですよ。リラックスできるようなスキンケアになってます。はぁ、すっきり、よし。こんな感じの私の夜の贅沢な過ごし方でした。そろそろ私も限界なので寝たいと思います。おやすみなさい。